マイナス2、ブロモブタンとマイナス2、ブロモブタン光学異性体とは、主に有機化学で用いられる用語である。オプティカルアイソマーの訳語で、立体異性体の種類を表すが、IUPAC では、使用が推奨されておらず、代わりにエナンチオマーやジアステレオマーを使うことが推奨されている。関連する光学的な現象の詳細については、キラリティ及び、 先行の項を参照されたい。生化学や天然物化学、また薬学では有機化合物の光学異性体の区別が重要になる。生体を構成する物質に異性体が多かったり、異性体の違いにより生理活性が異なるためである。歴史的には最初、互いに大きさが等しく政府が逆の先行性を示す一体の化合物を互いに光学異性体と定義した。 そして先行性の原因が分子のキラリティによることが判明すると、共造異性体、対、手のひら体ら、または、エナンチオマーの同義語として使われるようになった。厳密に言えば、光学異性体は、光学活性という観測可能な物性に由来する用語であり、構造に由来する用語である、エナンチオマーとは別の定義なのだが、実際上はほとんど区別せずに使われてきた。また、 不正炭素原子を複数持つ分子の異性体である、ジアステレオマーの概念が登場すると、エナンチオマーと、ジアステレオマーとを合わせて、光学異性体とする使い方もなされるようになった。だが今でも、光学異性体を、エナンチオマーの同義語として使っているテキストの方が、多い。日本の高校の科学では未だに、光学異性体という用語を使っているが、 高校過程ではジアステレオマーがまだ扱われないため、このような曖昧性はあまり問題にはならないようである。光学異性という言葉は結晶構造に由来する先行性に関して使われることもある。これは結晶構子の配置に由来する先行性であり、特に左右像と表される。i u p a c 命名法では右線性をで左線性をで表し、 絶対立体配置は不正中心の4個の地換器の命名上の優先順位により S、または R を用いる RS 表示法で表す。ただし、先行性と絶対配置の間に関連性はなく、両者の概念は独立している。また、歴史的経緯により D、L も用いられるが、先行性ではなく相対立体配置を意味する場合があるので注意が必要である。 現在の IUPAC 命名法では相対立体配置は D、L で表すのが正しい。デシリットルよび DL、さらには1分子全体に1つつける名称記号だが、RS は分子内の不正中心ごとに1つ1つつける記号である。したがって複数の不正中心を持つ分子では、その数だけ名称中に R または S の記号が添えられることになる。ちなみに、 D, L は、デクストロー、ロータトリ、レボロータトリに由来する。デクストロー、レボはそれぞれ、ギリシャ語の右、左を意味する語から来ている。一方、R, S は、ラテン語の右、左を意味するレックタス、シニスターに由来する。IUPAC レッキメンデシャンズ1996、ベーシックターミノロジーオブステリオケマストリ日本、科学会。 標準科学用語辞典第2版丸禅、AB 長倉サブロー、他、岩波理科学辞典第5版岩波書店科学、大辞典編集委員会、科学大辞典第3版協立。ありがとうございます。